ハレルヤーアーメン。こんばんは。ハレルヤー、ハレルヤーアーメン。こんばんは。9時からは来週ですね。来週です。ごめんなさい。予約はですね、チケットがないとできません。申し訳ないです。吉原さん、こんばんは。ヒカルさん、ハレルヤー。ヒカルさん、ハレルヤー。有料で取れ有料で、予約を取れですから。なんで仕事したくないの？キューちゃんは、まあ、ゆっくり話しましょうね。チケットが来ない理由をじっくり考えよう。わかりません。小太郎さん、ハレルヤー。アメン。あやぺさん、ハレルヤー。アメン。兄弟姉妹が集まることが喜びです。吉原さん、昨日から寝ずに待ってました。アメン。ハレルヤー。すごい。昨日から寝ないで待ってたんですか。わお、すごいですね。チケットは配信になりました。本当ですか。ごめんなさい。今日から9時なんじゃないんです。来週から9時ですね。C の方の方がいい方もいますね。C の方の方がいいっていう人もいますけれども、まあ9時からの方が多かったんですね。 60% かな。 60% の人は9時の方がいいということで。はい、小太郎さん、ありがとうございます。遅い方が見やすい。そうですね。Jさんに対抗よそのことないんですよ。特別対抗するつもりじゃないんですが、やっぱりその9時からの方が人がたくさん来るんじゃないかというね。まあ、仕事をしてる人は、まあ、仕事終わってからのが来やすいということで、まあ、たまにはそういうね、変えてみてもいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの福音というのは、いろんな人に伝えなきゃいけないということで、本当は昼間もやった方がいいんじゃないかなと思うんですが。太郎さん、こんばんは。午前中ね。午前中は一応花さんの放送を考えてるんですが、13日ですね。再来週ですね。再来週の13日火曜日、昼の1時10分。昼の1時10分からやる予定です。ね。まだはっきりとちょっとわからないんですが、ちょっと電話が来てますね。これ誰でしょう。はい。以前は11時、朝11時だったんですけれども、ちょっと花さんの都合で1時10分から40分まで、ちょっと変わった、あれですか、40分間やる予定ですね。はい。ごめんなさい。もう年取るとですね、むせる、年取るとむせることが多くてですね、ちょっと危ないですね。気をつけないとですね、むせて、吐血じゃないですよ。年取るとね、むせやすいんですね、むせやすい。はい、それではですね、ワイプさん大丈夫ですか？あ、大丈夫です。もうしょっちゅうむせるんですね。まあ、おちょこちょいなもんですからね、もうすぐにむせてしまいます。はい。あと何か連絡することあったかな？まず、アナウンスからすると、あ、そうですね。今日はですね、第一金曜日なんですね。皆さん知ってますか？第一金曜日は何の日ですか？第一金曜日は何の日ですか？知ってる人いるかな？知ってる人いるかどうかわかりませんが、第一金曜日は何の日ですか？ゴミの日？再臨の日？金曜日？フリース紫の日？日本は崩壊する日？そう、ピンポーン、ありましたよ、ありました。イスラエルのために祈る日です。アメン。そうそうそう、ヒカルさん、連続祈祷の担当、よく覚えてますね。嬉しいですね。第一金曜日の夜8時から、10時までね。夜8時から10時まで、9時から始まったらちょっと困っちゃうんですが、夜8時から10時までが NRA の、イスラエルのために、まあ、祈る連続祈祷、連鎖祈祷っていうか、連続祈祷
で、LTL の担当が、そうだということですね。8時から10時まで。ですから皆さん、もしお時間のある方、マー君久しぶりですね、マー君、お時間のある方はぜひですね、8時から10時の間イスラエルのために乗ってください。そう、 LTL の担当なんですね。 LTL の担当ですね。あとですね、イスラエルのためだけじゃなくてトルコも入ってるかな。トルコとか、ロシアの一部が入ってるかな。はい、ロシアの一部。あ、ゆかりんさんお久しぶりです。あと中東もちょっと入ってるので、まあ、どうやって祈ればいいの。まあ、一番はイスラエルがイエス・キリストを受け入れるということですね。イエス・キリストはイスラエルの神様です。全人類の神様でもありますが、エキオピーさん、こんばんは。イエス・キリストは全人類の 神様です。日本の神様でもあるんです。日本の神様でもあるんですが、実はイスラエルの神様でもあるんですね。イスラエルの神様であります。ところがそのイスラエルの神様が、イスラエルがイスラエルの神様であるイエス・キリストを受け入れないという悲劇、これが悲劇なんですね。これが悲劇ですから、私たちはクリスチャンとして、異邦人としてイエス様を受け入れたんですが、異邦人が先になってユダヤ人が後になる、先民であるユダヤ人が後になる、先のものが後になるということで、ですから異邦人である日本人がイエス・キリストを信じたのだから、まだ信じてないユダヤ人がユダヤ人の王であるイエス・キリストを受け入れるように祈るということが大事なんだよということですね。そしてイスラエルがイエス・キリストを受け入れると何が起きるかというと、驚くべきことが起こるんですね。驚くべきことが起こる。ちょっとそこで読んでみましょうかね。何が起こるか、驚くべきことが起こると書いてあります。どこに書いてあるかというと、ここですね。ローマ 11-12、 ローマ 11-12、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上にどんなに素晴らしいものかを もたらすことでしょう。つまりイスラエルが不信仰になったことが世界の富となる、つまり異邦人が救われるということですね。だとすれば、イスラエルの完成、つまりイスラエルがイエス・キリストを信じたら、どんなに素晴らしいものをもたらすことでしょうかということですね。どういうことかというと、イスラエルがイエス・キリストを十字架にかけたから、イスラエルがイスラエルの神であるイエス・キリストを十字架にかけたから、ね、その十字架の救いが異邦人に流れたんですね。異邦人に流れた、ね、異邦人がですね、イエス・キリストの十字架の贖いを受けたのは、イスラエルがイエス様を十字架にかけたからです。イスラエルがイエス・キリストを十字架にかけたので、その十字架の救いが異邦人の富となった、世界の富となった。つまり私たち異邦人である日本人がイエス・キリストを信じたのは、イスラエルの不信仰によって日本人がイエス・キリストを信じるようになったんですが、だったらならば、イスラエルがイエス・キリストを受け入れたらば、イスラエルがイエス・キリストを受け入れたらば、どんなに素晴らしいことが起きるか、どんなに素晴らしいことが起きるかとパウロが言ってるんです。だから、私たちはイスラエルがイエス・キリストを受け入れるように祈る必要があるんだよということですね。皆さん、イスラエルのために祈る理由が分かりましたか？イスラエルのために祈るということは、日本のためでもあり、世界のためでもあるということなんです。世界が良くなるためには、日本が良くなるためには、イスラエルがイエス・キリストを受け入れる必要があるのです。日本もイエス・キリストを受け入れる必要があるのです。あ、田村さん、ああ、
じゃ、こんばんは。田村牧師、こんばんは。はい。日本もイエス・キリストを受け入れる必要があるのです。イスラエルもイスラエルの神であるイエス・キリストを受け入れる必要があるのです。日本がイエス・キリストを受け入れ、イスラエルがイエス・キリストを受け入れるならば、驚くべきことが起きるのです。驚くべきことが起きるのです。驚くべきことが起きるのです。世界の、ね、完成。完成って書いてあるかな。世界の素晴らしいことが起きるのです。ですから皆さん、イスラエルのために、そういう意味で、神様の計画は、神様の計画は、要人が救われて、要人が完成して、要人の救いが完成して、今度イスラエルが救われるという、そういう計画なんです。そういう計画なんです。そしてその神様の計画は素晴らしい計画なのです。素晴らしい計画なのです。素晴らしい計画なのです。今、要人の救いの完成の時が近づいているのです。それでですね、今私たちはイスラエルのために祈る必要があるのです。皆さん、素晴らしいことが起きるのです。素晴らしいことが起きるのです。イスラエルのために祈りましょう。イスラエルのために祈りましょう。それは、世界のためでもあるんだということですね。世界のためでもあるし、イエス様のためでもあります。イスラエルは、夫から離れた妻のようですが、夫であるイエス・キリストは、その妻であるイスラエルに対して愛が変わらない。愛が変わらない。イスラエルが浮気しても、イスラエルが夫のもとを離れても、その夫である神が、夫であるイエス様が、変わらない愛でイスラエルを愛している。変わらない愛で妻を愛している。皆さん、神の愛は変わらないのです。神の愛は変わらないのです。2000年間、イエス・キリストは、ね、自分に背いている妻を待っているのです。待っているのです。待っているのです。変わらない愛で待っているのです。そのことが分かったクリスチャンは、イエス様のために祈るべきではないでしょうか。イエス様のためにイスラエルが本当の夫であるイエス・キリストを受け入れるように戻るように祈るべきではないでしょうか。私たちは神様の御心を知ったのです。神様の御心を知ったのです。私たちは神様の御心を行うものになったのです。以前は悪魔の心を行っていました。悪魔の願うこと、悪魔の心を行っていました。それが罪人です。それが罪人です。しかし、今私たちは神様の御心が分かったのです。神様の御心が分かったのです。そして神様の御心を行っているものなのです。神様の御心、まず一番はイエス・キリストを信じることです。罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じること。これが神の御心の一番目です。神の御心は私たちが、イエス・キリストを通して神様と和解することです。イエス・キリストを信じるということは、神と和解することなのです。神と和解することなのです。神様と和解することなのです。神様は私たちと和解したいのです。イエス・キリストを信じなければ和解ができない。罪があっては和解ができない。罪が神様と私たちの壁になっているのです。罪が神と人間の、ね、壁になって、障害になって、人間の罪が神の祝福を、妨げているのです。神様の愛を妨げているのです。イエス・キリストがその壁である罪を十字架によって廃棄したその罪を取り除いたから、神様と人間が和解したのです。神様と人間が和解したのです。神様と人間が十字架によって和解したのです。
イエス・キリストを信じるならば、神と和解ができるのです。イエス・キリストを信じるならば、神様が皆さんの心の中に来てくれるのです。罪があるために、罪があるために神様は皆さんの心の中に来れなかったけれども、皆さんが悔い改めて、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、神様が皆さんの心の中に、心の中に来てくださるのです。それが和解です。それが和解です。それが神様と和解することです。神様が、吉原さん信じます。アメン。神様が皆さんの心の中に来てくださる。神様が皆さんの心の中に来てくださる。聖霊様が来てくださる。油注ぎを与えられる。神様が皆さんの心の中に来てくれるから、力が得る。元気になる。平安になる。強くなる。癒される。希望に満ちる。神様が、あやぺさん、ずっと神様に背いてました。ずっと神様に背いてました。悔い改めました。悔い改めました。悔い改めたら、イエス・キリストを通して、神様が来てくれるのです。神様が来てくれるのです。神様が来てくれるのです。神様が私たちの中に来てくれるのです。私たちの中に来てくれるのです。イエス・キリストを信じる信仰によって、神様は皆さんの心の中に来てくれるのです。神様と共にいる。神様と共にいる。神様の友と共にいる。神様と共にいる。アメン。ゆりさん、こんばんは。救いとは、救いとは、神様と共にいることです。神様と共にいることです。神様と共にいることです。救いとは、神と和解することです。救いとは、神のそばにいることです。神様が私たちの中にいることです。幸運すると血管破れる。大丈夫です。油注ぎですから、まめこさん。油注ぎは単なる興奮じゃないのです。油注ぎは神の力です。神の力です。神の力です。ですから、神様が語ってくれています。神様が語ってくれています。皆さん、皆さんがイエス・キリストを信じたことは素晴らしいことなのです。イエス・キリストを信じることは素晴らしいことなのです。皆さんは証ししています。もうね、イエス様を信じたらいろんな良いことが起きてきます。もう本当に、癒されます、優しくなります、ね元気になります。皆さんはもう証持ってるじゃないですか。まめこさんも証を持ってるじゃないですか。皆さん証を持ってるじゃないですか。十字架に力がある。十字架は効果がある。2000年前のイエス・キリストが2000年前にかかったこの十字架に効力がある。力がある。この21世紀、この21世紀にイエス・キリストを信じることによって十字架の力が皆さんに働いているのです。皆さんに働いているのです。皆さんの証が十字架の証です。皆さんの証が、皆さんの証が、十字架に力があるという証拠です。十字架に力があるという証拠です。滅びる人にとっては、十字架は愚かかもしれない。しかし、救われる者にとっては、十字架は神の力です。十字架は神の力です。滅びる人にとっては愚かな十字架が、今日のタイトルこれから救われる者にとっては十字架は神の力です。神の力です。神の力です。タイトルの話はこれからですね。なぜ仕事をしたくないのかね。はい、まず皆さんから聞きましょう。皆さん多分仕事したくない人が多いと思うんですが、なぜ仕事をしたくないのかね。はい、皆さんの答えを書いてください。なぜ仕事をしたくないのか。はい、どうしてですか。ゲームが楽しいから、ニート万歳。疲れるから。疲れる。
面倒いから、学生だから認めてくれないから、人間関係が辛いから、進行の時間がなくなるから、楽しくないから、学生生活楽しい、不自由だから、競馬したいから、上司に怒られる、働いたら負けたから、この放送を見たいから、セクハラされたから、不安定登用だから、ノンクリスチャンとの接触が負担に感じる、人間関係の煩わしさ、精神障害だから、重労働だから、働いたら負け、自由になりたいから、油注ぎのあるクリスチャンの企業が少ないから、人とうまく付き合えないから、クリスチャンの会社で働きたいです。はい、ありがとうございます。ただ疲れるだけだから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの答え当たってます。皆さんの答え当たってます。本来は生きることが素晴らしい。本来は家族との時間が減るから、本来はですね、生きることは素晴らしい。本来は人間関係が素晴らしい。本来は、神様のために使えることは本来は素晴らしいのです。本来は生きることは素晴らしいはずなのに、人間の罪によってその良いものが苦痛になって、楽しい人生が苦痛の人生になり、楽しい人間関係が苦痛の人間関係になり、楽しいですね、生活が苦痛の生活になり、皆さんが仕事したくないのは、皆さんがただ怠けてるとか、そのわがままとかそういうことだけじゃないんです。皆さんが仕事したくないのは、ある意味ではピンポンなんです。ピンポンなんですね。ピンポンというのは卓球ではありません。正解ということなんです。なぜね、仕事をしたくないか、そこには本当に本来楽しいべき、楽しいものが楽しくないからです。本来良いものが良くないからです。本来素晴らしいものが素晴らしくなくなってるから、皆さんはそのことに気づいたからです。昔の人はですね、もう女、あのわがままダメだよ、ね、怠けちゃダメだよって、なんかこうスパルタ式にですね、我慢して仕事をしてきた。人類の歴史は重労働を我慢してやってきた歴史じゃないですか。アダムとエヴァ以来、人類の苦しみはまさに嫌なことをさせられて、強制されて、搾取されてね、仕事しない方が楽だからでしょと言われた。そうじゃないですよね。なんかおかしいですよね。生きることって本当は素晴らしいはずなのに、なんか変ですよね。重労働ってなんか変ですよね。動物でさえもう重労働してる動物がいないのに、人間だけが重労働してるなんておかしいですよね。それでいいんでしょうか。それでいいんでしょうか。それでいいんでしょうか。聖書ではダメと言ってます。聖書ではね、動物のように重労働しちゃいけないと書いてあるんです。聖書では動物のように重労働してはいけないという書いてあります。イエス様の教えはね、私があなた方を介護してあげよう。私があなた方を介護してあげようというのは、これがキリスト教です。つまり、重労働から解放してくれるということですね。重労働から解放してくれる。まあ、いろいろあるんですが、ちょっといくつかね、いつも同じとこばっかりなんですが、マタイ11、ここのとこもそうですね。マタイ11の26。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方に休ませてあげます。
私は心優しくへり下ってるから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。すべて疲れた人、重荷を負ってる人、重労働してる人、重労働してる人、重労働してる人、イエス様のところに来なさい。イエス様のところに来なさい。イエス様のところに来なさい。イエス様があなた方を休ませてあげます。イエス様があなた方を休ませてあげます。イエス様は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様のところに来て、イエス様の首輝、イエス様の首輝というのはイエス様の仕事ということです。イエス様と一緒に歩むというね、イエス様と一緒に仕事をするという首にかける首ですが、木ですが、イエス様と共に歩むならば、イエス様と共に仕事をするならば、それは、ね、追いやすく、荷は軽い、疲れない、疲れない。イエス様を信じて、イエス様に仕えていくならば、疲れない、疲れない、ね、重荷を負わない、重労働しないということです。皆さん、なぜ多くの人は重労働するんですか？自分だけの力で生きてるからです。自分の力で生きてるからです。イエス様と共に生きないからです。イエス様のやり方で生きないからです。自分の力、人間の力だけで生きるならば、苦しいのです。疲れるのです。苦しいのです。疲れるのです。皆さんが仕事をしたくなくなるのは当たり前です。皆さんが仕事をしたくなくなるのは当たり前なんです。イエス様がいないから。イエス様がいないから。皆さんが自分の力で生きてるから。だから仕事したくないのです。仕事したくない理由は、イエス様がいないからです。イエス様がいないから仕事をしたくないのです。要理解するために仕事をする意味はありませんか？ありません。ありません。私たちは神の国を理解するべきです。この世を理解する必要はありません。神の国を理解するべきです。これはヨハネ12-26。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエス様に仕えるならば報いがあります。イエス様に仕えるなら報いがあります。イエス様に仕えるなら報いがあります。そして、イエス様に仕えるなら、イエス様のいるところにいるべきです。イエス様がいるところにいるべきです。イエス様に仕えるならば、イエス様がいるところにいるべきです。報いが大きいのです。報いが大きいのです。イエス様に仕えることは報いが大きいのです。天国ポイントです。天国ポイントです。天国ポイントです。イエス・キリストに仕えること。これが本当の仕事であり、これが本当の人生であり、これが本当の生き様であり、これが本当の喜びなんです。生きる喜びなんです。多くの人は、ね、生きることがもう面倒い、辛い、楽しくない。それは、イエス様と一緒に生きないからです。イエス様に仕えないからです。まあ、私見てください。私楽しいですよ。私はイエス様の仕事してますからね。ニコ生で伝道してますから。これは伝道ですよね。イエス様の仕事してるじゃないですか。だから楽しいです。楽しいです。やりがいがあります。天国ポイントがたまります。神様の仕事がしたい。でしょ？今私はですね、神様に仕えるモデルです。モデル。ファッションモデルではありません。ね。伝道モデルですね。楽しいです。やりがい感じます。多くの人に影響を与えることができます。神様喜んでます。天国ポイントがたまります。私自身も祝福を受けます。神の仕事は楽しいのです。神様の仕事は楽しいのです。神様の仕事には価値があるのです。尊いのです。尊いのです。シャレを言うようになってきました。ですから、ね、皆さん、会社で重労働で苦しんでる人と比べてください。皆さんのね、お父さんや、皆さんの同僚や、皆さんのボスや、
部長や課長と比べてください。どっちが幸せそうですか？どっちが幸せそうですか？アメン、アメン。皆さんも、楽しくなります。幸せになります。元気になります。つまり本当の仕事は、本当の仕事はイエス・キリストに仕えることなんだということですね。イエス・キリストに仕えること、これが本当の仕事です。本当の自立です。ある人がですね、経済的に自立しなさいって言うんですね。まず経済的に自立しなさいって言います。しかし私は言うんですね。私言うんです。信仰で、信仰の自立こそ本当の自立だよと。経済的な自立は本当の自立じゃないんです。信仰的な自立が本当の自立です。信仰がなければ自立してないんです。ある意味ではこの世の仕事、この世で仕事をしている人たちはある意味で霊的ニートなんです。霊的ニート、つまり神様のために仕事をしている人の方が本当の霊的な、リア充なんですね。霊的に仕事をしていますね。皆さん、この世の仕事は霊的なニートなんです。で、皆さんがこの世に来ていることこそ霊的なリア充なんです。皆さんこそ本当の仕事をしているのです。皆さんこそ本当の仕事をしているのです。この部屋に来てイエス様の教えを学んで、イスラエルのために祈って、皆さんがね、一緒に伝道しているならば、一緒に伝道しているなら、皆さんこそ霊的に自立しているのです。霊的に自立しているのです。皆さんこそ霊的なリア充なのです。皆さんこそ本当の仕事をしているんです。皆さんこそ本当の仕事をしているのです。この世の人は霊的ニートです。霊的ニートです。神の仕事をしてないのです。神様の仕事をしてないのです。皆さんこそ、皆さんこそ自立しているのです。皆さんこそ霊的に、ね、霊的に仕事をしているのです。アメン、アメン、アメン、アメン。なぜ仕事をしたくないのか。それは神様、皆さんになぜ苦しんで仕事をするのか、なぜ意味のない仕事をするのか、なぜお金のためだけに働くのかと、神様がそのようにしているのです。今世界的に失業率が高いです。若い人たちは仕事がありません。そこには意味があるのです。そこには意味があるのです。そこには意味があるのです。それは神様が本当の仕事をさせたいのです。本当の仕事をしてほしいのです。イエス様に仕えてほしいから、イエス様に仕えてほしいから、今失業率が高いのです。ですから皆さんが、ニートの方はニートであることを恥ずかしがらないでください。イエスキリストを信じてイエスキリストに仕えるならば、もうそれは最高の仕事をしてるんだ、最高の仕事をしてるんだ。親が理解してくれないかもしれない、社会が理解してくれなくてもいいのです。イエス様が理解してくれてるのです。イエス様が認めてくれてるのです。それが本当の人生です。それが本当の人生です。皆さん喜びましょう、喜びましょう。皆さんは天国ポイントを貯めているのです。天国ポイントを貯めているのです。中国ではマイホームローンの奴隷が多い。日本でもそういうのありますよね。なんかローンのための人生ね。もう家を建てたら死んじゃったみたいなね、家を建てるための人生になっちゃってますね。もう恥ずかしくありません。キューちゃんには勝てません。アメン。今日の英語は、ルカ6の40。A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher.
A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. 弟子は師を超えることはできません。しかし十分に訓練すれば、師のようになれる。弟子は先生を超えることはできないけど、十分に訓練すれば先生のようになれる。クリスチャンは弟子です。イエス様が先生です。クリスチャンはイエス様を超えることはできないけど、イエス様を超えることはできないけど、イエス様、十分に訓練すれば、十分に訓練すればイエス様のようになれると書いてあります。わお。わお、皆さん。クリスチャンの方々、十分訓練を受ければ、十分訓練を受ければ、イエス様のようになれるんです。イエス様のようになれるのです。十分訓練を受ければ、クリスチャンは、イエス様のようになれるんです。素晴らしい。十分訓練を受けましょう。皆さん、伝道部屋で十分訓練を受けましょう。ね。十分訓練を受けて、イエス様のようになりましょう。イエス様のようになりましょう。皆さん、イエスキリストを信じる者はイエス様の弟子です。イエス様の弟子です。イエス様の弟子。皆さんはイエス様の弟子です。イエス様の弟子です。そして、十分訓練を受ければ、イエス様のようになれるのです。イエス様のようになれるのです。イエス様のようになれるのです。皆さんは神の子です。神の子です。神の子です。アメン。アメン。ね、皆さん、もうイエス様のようになりたい。十分学んで、ね。アストキンさん、楽しみですね。十分訓練を受けて、イエス様のようになりたいですね。イエス様のようになりたい。そして、もっともっとイエス様に仕えたい。イエス様の仕事をしたい。イエス様の仕事をしたい。イエス様に仕えたい。そして、それが本当の人生です。本当の人生です。皆さんは本当の人生を生きているのです。アメン。したい、したいって書いてね。アメン。それでは、証タイム、ね。本当の仕事が分かった証。柔道道から解放された証。イエス様と共に生きる、イエス様に仕えることが分かった証、スタート。スタート。ストキングさん、イエス様に栄光あれって言ってください。イエス様に栄光あれ。神の栄光のために働きます。お釈迦様の弟子からイエス様の弟子だと自覚した。イエス様のためにサービス残業をしたい。本当の仕事はイエス様のために働くことだと分かった。神様のために働くと決めました。いいとでも恥ずかしくないと分かった。明日は土曜日だから会社に行きません。クリスチャンになれたこと、本当はイエス様の仕事がしたい。この世の仕事の重荷から解放されました。仕事を減らそうと思います。イエス様のためにデリ辞めます。イエス様のために働くと本当の解放を理解できるのですね。本当の仕事を知りました。重労働で働いている人は霊的ニートということが理解できました。イエス様の絵の仕事は全然辛くありません。神の愛で、人を励ましたりする仕事が実質ですね。神の子である自分を尊重します。自分はリア充。本当の仕事が分かりました。でも神様のために働きます。天国ポイントを貯めていきたいです。霊的ニーターとしてQちゃんの弟子になります。妹が霊的ニートで困っています。困らないでください。ニートであることを誇りを持てました。この放送を見るためだけに来ています。イエス様のために来てください。イエス様のために来てください。
神様の祝福で風が治りかけています。感謝です。私もイエス様の仕事をしたいです。私も今信仰に励んでます。まめこさん、霊的ニートの人がかわいそうです。天国ポイントはリスきますか。この放送に出会えてよかったです。イエス様の仕事は楽しいと思います。この放送を聞いて力がみなぎってきました。油注ぎです。霊的ニードに関する本を出版しようと思いました。キューちゃん、国民全体がニートになったらどうなるでしょうか。パラダイスになります。パラダイスになります。求めなさい、そうすれば与えられます。キューちゃんはなぜ霊的仕事は理解されないのでしょうか。この世と神の国は、無関係だからですね。キューちゃんは笑顔が素晴らしいと思います。ありがとうございます。ニート普及活動をします。キューちゃん牧師は神様の最高の仕事をしています。ありがとうございます。ニートパラダイス最高です。クリスチャンが増えることは経済が良くなるのです。クリスチャンが増えると、犯罪が減るのです。クリスチャンが増えると祝福が、増えるのです。キューちゃんに関する本を出そうと思いました。よろしくお願いします。働いてるけど会社辞めてニートになる。もう少し時間を取ってイエス様の真理を勉強しようと思いました。アメン。キューちゃんみたいに霊的リア充になりたいです。早く、支部を作ってほしいです。支部を作りたい方連絡ください。支部を作りたい方連絡ください。働かなくても経済良くなるんですか。神様の祝福こそ本当の経済です。神様の祝福が経済なのです。人間の力ではありません。私たちは神様によって生かされているのです。人間の力で生きているのではありません。神様によって恵みを受けているのです。根本的に世の中は間違っているのです。一人でも支部作れますか。一人でも支部作れます。皆さんが支部です。皆さん一人一人が支部です。もう皆さんがもう支部です。でもお金が欲しいです。神の力を求めてください。クリスチャンネット浪費がなくなりました。キューちゃんが神様から恵みを受けているのは放送を見ればわかります。あなたは真理を知り、真理はあなたをニートにする。支部の部長やっていいですか。はい、連絡ください。聖書は3分の2まで読みました。牧師も株やってもいいですか。株やんない方がいいと思います。私も借金返済のために働いてからニートになりたいです。自分のためではなく共生のために働くことを神は望みます。私は主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。キューちゃん、聖書で一番好きなところはどこですか。たくさんありますけど、強くあれ、惜しくあれって好きですね。強くあれ、惜しくあれ。カリスマの言葉を聞いて働くのをやめようと思いました。聖書って旧約と新約とどっちを読めばいいですか。まず新約を読んでください。新約をまず読んでください。病気が治らないのに信仰心が足りないからですか。祈り続けてください。求めてください。神様の本当の仕事がしたいです。油注ぎを受けてください。油注ぎを受けることが、その癒しを早めます。老後が心配で 年金を払っていたけど霊的年金があるから安心です。アメン。聖書はどこに売ってますか。この放送の下に市場が市場で売ってます。洗脳を解くには何が必要ですか。神様の言葉です。イエス様の言葉が必要です。今イエス様からご褒美が届きました。アメン。素晴らしい。
リトルさんは神様の仕事をしています。強くあれ、吉明一生ですね。吉明一生、天国ポイントと T ポイントは何か違いますか？ツタヤのポイントです。 T ポイントはツタヤのポイント。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。道に迷うほどイエス様の導きが強いです。道に迷うほどイエス様の導きが強い。この放送で証しをコメントを打つことも霊的仕事になりますか？なります、なります。信仰コメントは霊的仕事です。霊的な仕事はね、本当の仕事です。キューちゃんの天国ポイントはどのくらい溜まってますか？どうでしょうか？行ってみないとわからないですね。行ってみないとわからない。なぜ私はこの放送にたどり着いたんですか？イエス様が導いているんです。イエス様が導いているのです。イエス様が私の言葉を聞きなさい、私の言葉を聞きなさいと言ってるんですね。体が熱くなりました。ニートであることを誇りに生きていきます。地獄で9と会ったらどうすればいいんですか？想像したくないです。キューちゃん牧師から直接お祈りしてほしいです。いいですよ。偽予言した私は地獄ですか？悔い改めれば大丈夫です。悔い改めれば大丈夫ですね。弾幕をやめようと思いました。アメン。悔い改めて、神様のためにならないことをやめることです。神様を喜ばないことをやめることです。骨髄がなくなったらネット礼拝でもいいですか？はい、いいですよ。いいですよ。悔い改めなければ許されませんね。悔い改めなければ許されません。もう一度予言を送る。もう一度予言を送る。この伝道部屋を知って捧げたいという思いが来ました。アメン。イエス様を信じて誘惑から切り離しました。アメン。毎日の放送感謝します。来週から21時からですね。助かります。はい、来週月曜日からね。許されないとどうなるんでしょう。ちょっと怖いです。許されなかったら怖いです。罪が残ったら怖いです。地獄行っちゃいます。イエス様が全てと分かりました。地獄に行きたくないんですから、どうしたらいいですか？悔い改めてイエス様を信じてイエス様の弟子として歩むのです。悔い改めてイエスキリストを信じるならば罪が許されます。信仰で歩んでください。信仰で歩んでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地獄に行きたい。何もしなければ行きます。何もしなければ地獄に行きます。はい、ありがとうございました。それではですね、イエス様を信じるには具体的に何をすればいいのですか？一番いいのはスカイプください。スカイプでお祈りしてあげますね。スカイプをくだされば、個人的に、救いの祈りを導きますね。しかしこの放送の最後にも祈りますから、その放送の最後の時にアーメンと言ってくださっても、進行を待てます。
いつかスカイプ伝導とネット伝導再開したいです、スカイプ伝導とネット伝導再開したいです。多くの人は悩んでます。多くの人はもう仕事はしたくない。特に日本の労働環境悪いですね。もうこの大学卒業して、就職しても、2、3年経つと辞めちゃう人がたくさんいるそうですね。日本の仕事の環境は特に本当にいじめがあり、人間関係が悪い。人間関係が悪かったらですね、もう仕事もしたくない、家庭でもうまくいかない、学校でもうまくいかないですよね。人間関係悪かったら楽しくないじゃないですか。いじめられて仕事したいですか？いじめられて勉強したいですか？いじめられて行きたいですか？行きたくないです。いじめというのは結局愛がないということです。日本の人々がイエス様の与えるパンを食べますように、アメン。いじめ社会というのは、いじめ社会というのはまさに神様の愛がないということです。神様の愛がない、神様の愛がない、神様の愛がない。だからいじめ社会です。だからいじめ社会。いじめられて仕事なんかしたくないじゃないですか。当たり前です。いじめられて学校行きたくないじゃないですか。当たり前です。当たり前です。なぜいじめを我慢しなきゃいけないんですか。いじめを我慢しなきゃいけないんですか。おかしいですよね。おかしいですよね。まあ、だからといってすぐにやめなさいと言ってるわけじゃなくてですね、許すことによって忍耐になりますけれど、でも、いじめは自国ですよ。そうですよ、ね。子供たちはいじめられて受験があり、親が期待してるから、いじめられても我慢して学校に行ってる子もたくさんいるでしょう。生活ができないからいじめに我慢して仕事をしてる人もたくさんいるでしょう。でもおかしいですよね。おかしいですよね。もちろんクリスチャンになればですね、許して、いじめを許して忍耐することもできるようになりますけれども、しかし、信仰がない方は本当に許すことができなければいじめは辛いと思いますし、また、クリスチャンであってもですね、許していく中でもね、そのお金のために我慢することはないんじゃないかなと思うんですね。お金のために我慢するんじゃなくて、イエス様は救い主です。イエス様は私たちを救いに来られました。重労働からも救ってくれますが、いじめからも救ってくれるのです。イエス様はいじめからも救ってくれるのです。多くの人はもう仕事をしたくないどころか、生きたくもない、生きることが面倒い、何のために生きるのか。皆さん、人間は、生きる目的があるのですけれども、昔いじめられてたからいじめは本当につらい。実はね、私もね、小学校5年の時に転校した時にいじめに遭いましたね。転校生はいじめられやすいんです。それつらかったですね。もう本当に学校行きたくない、学校行きたくない、もう本当にですね、つらいですね、つらい。いじめられて学校へ行く必要があんのか、ね、いじめられても学校行く必要があんのか、なんか変ですよね。世の中おかしいですよね。イエス様が救いに来てくれたのです。イエス様が救いに来てくれたのです。イエス様が神の国に入りなさい、神の国に入りなさい。皆さん、この世は悪魔の国ですが、悪魔の国はいじめ社会だということですね。しかし、私たちは、神の国に入ります。神の国に入ります。神の国は具体的には、教会と言ってもいいでしょう。具体的には兄弟姉妹の仲と言ってもいいでしょう。クリスチャンでも完全じゃありません。本当の神の国じゃなくて、
この地上における神の国です。天国行ったらもちろんいじめはないでしょう。天国行ったらもうまさにパラダイスですが、しかし、特に油注ぎのある愛に満ちた教会、兄弟姉妹の中にいるなら楽しいですね。兄弟姉妹の愛の中にいると楽しいですね。数の子さん、 LT では裁き合わない、アメン、裁き合わない。まあ、LTL は完全な教会ではありません。完全な教会じゃないけども、楽しいと思いますね。楽しいと思います。はい、そういうわけで、本当の人生、本当の仕事というのがあるんだよということですね。本当の人生、本当の仕事というのがあるんだよ。皆さんがそれを知ってほしいし、それをしてほしいし、楽しい人生、楽しい人間関係、楽しい、生きるということの素晴らしさを体験してほしいのです。体験したい人ね、もう楽しい仕事、楽しい人生を送りたい方、アメンと言ってください。いじめ社会から、いじめ社会から神の国に入りたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。平安な生活が送れますように。神様の愛に満ちた人生が送りたい人、喜びにあふれた、希望にあふれた人生が送りたい人、アメン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 。イエス様のそばに行ってイエス様に仕えたい人、アメン。イエス様に仕えることが本当の仕事、イエス様に仕えることが本当の仕事、イエス様の教えを守ることが本当の仕事です。本当の人生です。本当の人生です。本当の人生です。です。天のお父様、エセンは悪意の中にいた、絶望の中にいた、いじめの中にいました。しかしイエスキリストを信じて神の国に入ることができました。あなたの愛で包まれています。兄弟姉妹の愛で包まれています。恐れがなくなりました。不安がなくなりました。天国の平安、天国の喜びで生きることができました。重労働ではなくて、軽い首引き、荷が軽い。イエス様の仕事は荷が軽い。イエス様のために生きることは素晴らしい。イエス様のために生きることは素晴らしい。イエス様、アーメンと言った方々がそのようになりますように、そのようになりますように、人生が楽しくなりますように、神様に仕える仕事ができますように、人間関係が楽しくなりますように。裁き合う人間関係ではなく、クリスチャンの中で愛し合う関係となりますように、愛し合う関係となりますように。今アメンと言った方々が人生が変わりますように。今いじめに遭っている人はいじめがなくなりますように。今重労働の人たちは重労働から解放されますように。今本当に、生活が苦しい人は、どうぞその生活を助けてください。イエス様、どうぞ祝福してください。アメンと言った方々が新しいクリスチャンとしての生活が始めることができますように。日本の労働環境を変えてください。日本のそのいじめ社会を変えてください。日本が神の国になりますように。日本が神の国になりますように。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、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 ハレルヤ、アメン。はい、皆さんありがとうございました。人生が変わりますよ。神の国を求めましょう。神の国を求めましょう。イエス様に仕えましょう。イエス様に仕えましょう。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン。